今日から始まった臨時検査所には氷点下の中多くの人が訪れています。電話番号さえあれば誰でも検査ができるとして政府は広く利用を呼びかけています。1日の感染者が昨日初めて1000人を超え過去最も多くなった韓国では軍や警察を緊急投入して検査などの疫学調査を大幅に強化します。一方、検査の増加に伴い陽性者が増え医療を圧迫するのに備えて今後3週間で1万余りの病床を確保するほか軍医や医大生なども動員します。ムン・ジェイン大統領は感染速度を凌駕する素早い検査と先制的な防疫で短期間に制圧しなければならないと国民へ訴えました。